恐怖の作り方。子供の頃に時々言葉遊びをしたものです。恐怖の味噌汁なんかもそうです。うちの母ちゃんは、恐怖の味噌汁の作り方を知っているよと友達に話したら、びっくりして腰を抜かしてしまう。どんな恐ろしい味噌汁かと想像してしまうらしい。ただ単に味噌汁の具が、符であって今日、符の味噌汁ってオチになっている。 そういえば悪の十字架もあった。恐怖の味噌汁の作り方は母ちゃんに任して、恐怖の作り方を考えてみましょう。映画には恐怖映画がたくさんあります。お化けや幽霊が出てくるものがあれば、人間の醜さや恨みつらみをテーマにしたものもあります。絶体絶命や危機一発のシチュエーション映画もあります。大勢で見ていたら怖くないものでも、 一人で見ていたら恐怖を感じるものもあります。自宅で一人深夜に見るとさらに恐怖は増します。借りてきたホラービデオにこのビデオは、部屋を暗くし、ヘッドフォンをしてご覧になることをお勧めしますとあるかもしれません。恐怖を楽しみたいのなら、作品の内容で恐怖するだけじゃなく、自ら恐ろしくなる状況を作ります。ヘッドフォンをつけると、 外部と遮断されて、映画の中に入っていくことができます。恐怖の倍増です。深夜に散歩してみるとか、近くにある墓地の入り口に1時間ぐらい経ってから見るとさらに恐怖にさらされます。寒いと外に行くのも億劫になります。そういう時は深夜ラジオの恐怖番組に耳を傾け盛り上げておきます。 真夜中に急に電話のベルを鳴らす設定にしておくとか、玄関のチャイムが鳴る仕掛けは地味に怖いです。部屋の明かりが点滅するとか、パソコンが突然起動するだけでも飛び上がるかもしれません。また昼間疲れておくと、夢の中で恐怖体験をする手もあります。